オリックスから国内 FA 権を行使し、4年総額10億円、金額は推定、で日本ハムに入団した山崎幸也投手31が3日、スポーツ報知のインタビューに応じ、移籍決断の舞台裏を明かした、古巣に加え巨人、ヤクルト、d n a ソフトバンクと計6球団による争奪戦となった中。 日本ハム独自の交渉術に心動かされたことを告白まだまだ全盛期はここからと移籍1年目にかける決意を口にした取材構成イコール堀内啓太入団会見から約1ヶ月大争奪戦の末に日本ハム入りを決めた山崎が決断の理由を明かした父・明宏さん62が選手コーチとして計14年間在籍し フシミらオリックス時代の先輩も所属、たくさんの縁が決め手となった中、他にも要因があった複数回交渉をさせていただく中で、本当に多くの資料を見せていただいた。僕自身のデータ NPB の投手を比較したデータもあって、今、君の位置はこういうところにある。もっとできるはずなんだけどね、と話してもらいました。 提示されたのは、綿密に練られ、準備された膨大な資料の数々。金銭面では日本ハムの上を行く球団もあったが、他球団とは違うプライスレスな熱意の示し方にハートを打ち抜かれた。ストライク率、3球で追い込むパーセンテージだったり、データの種類がいくつかあって、自分はこんなにいい数字なんだ、って逆に驚いた。 数値によっては NPB で上の方で普通にやればもっと結果を残せるよとその上で直すべき部分悪いところも教えていただいたこのチームなら野球選手として長くやれそうだなと求めたのはさらに成長できる環境野球人生を長くと夢を持っていた左腕はその時に確信を得た。 あれだけ濃いデータを見せてもらった上であなたはまだまだ成長しますと数字があったので説得力があったチームと一緒に成長して投手として完成させましょうよと言っていただきました新庄監督からはすでに4月2日の本拠地開幕戦対楽天の先発に指名されている昨季は9年目で初の2桁勝利11勝を達成したが ここから全盛期を迎える自信がある今までの野球人生に全然満足はしていないしまだまだこれからだと思っているもっとできることを証明したい中学3年時に脳腫瘍を患い生存率10%の手術から命を救ってくれたのも北海道の名医運命に導かれるように北の大地で野球人生をリスタートさせる 全成績でのキャリアハイを目指し、熱く左拳を握った。規定投球回、到達、防御率2点台は必ず達成したい。優勝するために必死に腕を振っていきます。山崎幸也、山崎幸也、1992年9月9日、埼玉県生まれ、31歳、日大三、東京、では甲子園に2度出場し。 3年春に準優勝。明大で通算20勝を挙げ、2014年ドラフト1位でオリックス入団、22年日本シリーズ優秀選手賞、188センチ、95キロ、左投げ左打ち、取材後期中学3年の冬、山崎は脳腫瘍を患い、生存率10%、余命7、8年と宣告された。 家族全員で都内の病院などを探し回った中北大病院で手術を受けると決めた独特の雰囲気があった担当の沢村先生の話し方人柄も見て僕が最終的にここで手術がしたいと言った命を救われ今に至る16年後大鳥で交渉したのが日本ハムだった 着席時、吉村さん、球団本部長だけ違う雰囲気があると心が動いたここで野球がやりたい、あの時と似た直感が働いたのかもしれないと感じた同じ境遇の人たちに勇気を与えたい、僕はまだまだ頑張らないといけないんです、色紙には迷わず、感謝と記した。 再び信じた直感もきっと正解にするだろう。日本ハム担当、堀内啓太。